トン。あ、パパガパーパパパパパガパー。2017年始まりました、今日の秋葉原駅カレーパンで GO! パート5。こんな感じで今日はこんなコスプレでね、ギターを、持って歩いているんですけれども、今日のカレーパンはかすみです。スーパーかすみらしいです。私の近所にはありません。作ってくださいね。このスーパーかすみによるカレーパン、こちらでございます。スーパー感がこういうところで出ますね、この袋でねあ、また丸い丸いですね。私の顔収まりますね。このカレーパンにコスプレする際はこれをぜひ使ってください。はい、じゃあ早速食べてみたいと思います。スーパーかすみのカレーパン、お値段は検索検索よろしくね。おお、いただきジュッキー。かすみやるじゃん、うまジュッキーです。え、かすみいいですね。なんか冷えてるんですけど、あのめちゃめちゃもちもちって、クロワッサンかぐらいのレベルの柔らかさです。なんか通常より卵が多いんでしょうか。なんかね、ふわふわしてんの、ここの生地がすごいね。おいしい、おいしいジューキー。そして結構ね、こうボリュームな感じがありますけれども、あのカレーもね、多分スーパーだからだと思うんだけど、甘めに作ってやってね、多分子供とかでもね、おやつ食べるんじゃないでしょうか。 NHK の教育テレビ見ながら多分ね、子供食べるんだと思う、このスーパーかすみのやつ。お母さん買ってきたんだと思う。ママお腹減った、なんか食べるもんない。たくや、このスーパーかすみのカレーパンがあるよ。うわー、スーパーかすみのカレーパンだっていう感じなんかね、このね、ドキドキ感はね、重機で表すと何ですかね、ショベルカーの親子みたいな感じですかね。こうほっこりするスーパーかすみカレーパン、とても美味でした。おいしい重機、ありがとう重機。カレーパンで GO でした。